リバーレンのご紹介いたします。1970年、高円寺駅の南側にあった商店街の有志が設立、後に阿波の志をとどめるという決意をその名に込めてシルバーレンとなりました。現在では家族そろっての参加も多く、幅広い年齢の連員が日々練習を重ねています。華やかな女踊り、勢いのある活気の 男踊り、可愛らしい子供が踊りを軽快な投げ物とともにお届けします。先頭には姉妹連の徳島雅連が取り入れた獅子踊りが獅子頭が踊ります。またシルバー連の大きな特徴の一つである女踊りが飛び跳ねるかのように踊る飛び踊りにもぜひご注目ください。帰りました、疲れた。